シリア空軍、正式名シリアアラブ空軍は、シリア軍の航空戦力部門。英語では SA、SAF、SO、祖父、または、シフと略される。シリア空軍は1948年に設立された。陸上の防空システムは、空軍と陸軍の両方から分離された、シリア防空軍の下に、グループ化されている。シリア空軍の AT-6 ハーバード第2次。 世界大戦の終結により、シリアを含む中東諸国からイギリスとフランスが撤退した。1948年、最初のクラスのパイロットがレバノンのエステイブル飛行場にあるフランスの飛行学校を卒業した後、フランスが残した航空機の助けを借りて、シリア空軍が正式に設立された。 初期のシリア軍パイロットのさらなる訓練は、イタリアの難民キャンプからレバノンとシリア政府によって契約された、クロアチア人とドイツ人の指導者のかなりのグループの助けを借りて続けられた。外国人指導者の中には、マトディ・ウコバクとフリッツ・ストレイルがおり、彼らは1948年にエステイブルで、および1949年にネイラブ飛行場でシリアのパイロットを訓練した。 二つの飛行隊に編成された空軍は第一次中東戦争に参加しイスラエル軍と入植地に対する爆撃を実施した。7月16日にアイエレットハシャハーを攻撃中に一機の T-6 を対空砲火で失い、6月10日にさらに別の機体がモリスマンによって撃墜された可能性があった。シリア空軍は7月10日にハーバードの後部重視が ライオネルブロックが操縦するアビアイス -199 を撃墜したのが戦争の唯一の撃墜と主張した。この戦争の最中及び直後に歴代の政府はイタリアからフィアット G55、フィアット G59 バイトからに及びフィアット G46 から1の獲得を通じて空軍の強化を目指した。1 9五十年一月にはイギリスからチップマンク基本練習機、 スーパーマリンスピットファイアマーク22、ミーティアカイマーク8と T マーク戦闘機の購入ともに、シリア士官とパイロットの訓練を提供する一連の契約がロンドンで締結された。チップマンクとスピットファイアは問題なく到着しネイラブの飛行学校で運用が開始されたが、ミーティアの引き渡しは一時的なイギリスの武器禁輸により延期され、 シリア向けに製造されたミーティアの元の一団は代わりにフランスに売却された。追加の交渉後、SAF は同軍最初のジェット機として2機のミーティアカイマーク8を受け取り、1953年3月9日までに全12機がシリアにいた。1956年には7機の改装された元イギリス空軍カイマーク8と2機 FR。 マーク9偵察戦闘機の一弾が引き渡され1954年の夏に6機の元イギリス軍ミーティア NF マーク13がレーダー装備なしで引き渡された。シリアではそれらの機体は1958年まで訓練目的で使用されていた。イギリス政府は追加の武器禁輸措置を課したためミーティアのパイロットのほとんどはエジプトで訓練を受けなければならなかった。破損した。 シリアのスピットファイア1950年代中頃、アレッポ街のシリア空軍アカデミーで仲間の士官候補生とフィアット g 46から4倍との翼に立っているハーフィズ・アル・アサド。ハーフィズ・アル・アサドは1955年にエジプトのビルバイスにある空軍士官学校で Z 戦闘機の転換訓練を受けており、その際の彼の指導者の一人は、 後のエジプト空軍司令官で1981年にエジプト大統領に就任するホスニームバラクである。1955年、シリアはチェコスロバキアから24機のミグ -15、ビッセントと4機のミグ -15 うち、複雑点関連周機を最初に注文した。1956年初頭には24機のミグ -15 が新たに注文された。 これらの航空機はすべて1956年10月までにエジプトに届けられたが1956年の第2次中東戦争の過程でイスラエル、フランス、イギリスがエジプトに侵入した時パイロットと地上要員はまだ訓練を受けていた3機のミグマイナス -15 うちがサウジアラビアとヨルダン経由でシリアに退避したが20機のミグマイナス -15 ビスと1機の ミグマイナス15うちはアブスウィアー空軍基地に対するイギリスの攻撃で破壊された。20機のミグマイナス15ビスの2番目の一段はまだ組み立てられていなかった。問題の航空機はすべてイギリスの空爆で損傷したが、その後修理され、エジプトに贈与された。1956年11月6日、シリア空軍第9飛行隊のミリティアは、 シリアとイラクの偵察に関わっていたイギリス空軍のキャンベラ PR-7 を撃墜した。航空機はレバノンとの国境に墜落し、乗組員1人が死亡し、2人が生きたまま捕虜にされた。20機のレーダー搭載ミグ -17PEF を含む60機のミグ -17 が1956年末に注文され、シリアのパイロットが訓練のためにソ連とポーランドに、 派遣された。最初の航空機は1957年1月に到着し、年末までに2つのミグ -17 飛行隊がダマスカスのメゼイ軍事空港の基地から首都を防衛していた。年末までにソ連に12機のいる -28 爆撃機の追加注文が出された。1958年2月、シリアとエジプトが合流してアラブ共和国が設立されたことで、 シリア空軍はアラブ共和国空軍に統合され消滅した。ほぼすべての航空機と要員、すべての訓練補助装置とほとんどの機器がエジプトに再配備され、ユラフのミグ -17F の2つの飛行体に置き換えられた。例えば、最近引き渡されたミグ -17PF と、そのパイロットでユラフの第31クローバット飛行隊が編成された。 アラブ共和国の時代、この部隊は常にシリアの将校によって指揮されていたが、アラブ共和国は1961年のシリアのクーデター後終焉を迎えた。エジプトによって残された約40機のミグ -17、F と4機のイル -28 を含む航空機を使用して、同年後半に新しい軍事航空サービス、シリアアラブ空軍が再建された。 新政府のシリアアラブ共和国は1961年と1962年にドイツとイタリアで追加の航空機を購入を目指した。関連するすべての努力が失敗し、選択の余地がなくなったシリアは武器の調達をチェコスロバキアに頼るしかなかったが、当時のチェコスロバキアは戦闘機と迎撃機の製造を行っていなかったため、代わりにソ連からの購入を余儀なくされた。 1962年6月19日にダマスカスとモスクワは34機のミグ -21 回 -13、迎撃機と4機のミグ -21、有点関連周機の注文を含む武器の大型契約に署名した。1963年春から引き渡され始めたミグ -21 は、ダマスカスの北東 40km にある大マター、空軍基地を拠点とする。 第3航空旅団の2つの飛行隊で運用を開始した。一方、ミグマイナス -17 はダマスカスのアルメイツ空軍基地を拠点とする第7航空旅団の2つの飛行隊によって運用された。バース島の権力の上昇により、1963年のシリアでのクーデター間にハーフィズ・アル・アサドが主婦の司令官に任命されたが、アサドは国内政治への関与に没頭し、 シェフの実際の指揮を彼の副官のマハミとアサッと、ムーキド順章に任せた。第三次中東戦争中、シェフは紛争の初日に、イスラエル北部のターゲットへの空爆をほとんど行わなかったが、その後シリアの遠隔地の空軍基地に退避した。このようにして、エジプトとヨルダンの空軍基地に大きな損害をもたらした、イスラエルの空爆のほとんどを回避した。一方でこれは、 IDF が地上でシリア陸軍を打倒するのを助け、ご覧高原の占領につながった。この紛争の後、シリアは東ドイツから少数のミグ -17 とソ連からは少数のミグ -21 を引き続き取得した。1968年8月12日にイスラエルのビットセット飛行場に誤って着陸したシリア空軍の2機のミグ -17 の一つ。 1973年5月、ソ連と新しい武器取引が調印され、その結果、年末までに100機以上の追加のミグ分速21メートル F が引き渡された。第4次中東戦争の序盤でシリアとエジプトの両国は戦果を上げたが、シフは空中戦で受けた甚大な損害は、ソ連に1973年10月9日から、 アレッポとダマスカスへの空中橋を設置するよう促した。交換機は当初ミグ -17 とミグ -21 だけであった。1974年4月、シリアはミグ -23 戦闘爆撃機の最初の2つの一弾を受け取った。ダマスカスとモスクワ間の政治性の相違により、ソ連からの追加航空機の取得は1975年に停止した。 1970年代後半、シリアでは多数の政府当局者と軍人の暗殺を特徴とする反乱が勃発した。1978年までにシリアのムスリム同胞団が武装放棄に加わった。モスクワはハーフィズワル・アッサド政権の不安定化を懸念して、武器と軍事援助の提供の再開を決定した。同年4月に高度ナミグ -23MF と ミグマイナス -25 迎撃機、追加のミグマイナス -23BN とスマイナス -22 戦闘爆撃機の引き渡しと最大4000人のソ連顧問の配備を含む新たな武器取引が調印された。しかし、反乱は広がり続け、ソ連の顧問に対する攻撃も行われた。1981年、シフの司令官であるモンドホムディアワザ少将は、ムスリム同胞団によって暗殺された。 1982年初頭、浜市での武装放棄と連携しての実行が当初、計画されていた、ハーフィズワル・アサド大統領に対するクーデター未遂に、何百人ものシフ主幹が関与した。政府は、地で、浜の放棄を鎮圧し、その後シフを粛清した。そのため、シリアアラブ空軍は1982年レバノン侵攻に、著しく弱体化した状態で参戦し、 1982年6月6日から11日にかけて行われた一連の空戦で大きな損失を被った。イスラエルは85機のシリアミグの破壊を主張した。ソ連及びロシアの主張によると、シフが見返りに最大60機のイスラエルの航空機を撃墜すべきであったとする証拠はこれまで提供されていない。それにもかかわらず、 飛行式のロシア及び少数の飛行式のシリアの情報源はこの紛争でイスラエルの航空機に対するある程度の成功を主張し続けている。低空ではシリア空軍はイスラエルの地上軍の前進に対する対装甲の役割で SA341 ヘリコプターを効果的に使用した。そのような攻戦の一つでエインジーウルタへと接近するイスラエルの戦車隊列が SAF のガゼルミサイルの攻撃によって数時間足止めされた。1982年のレバノン侵攻直後、ソ連はより高度な航空機の引き渡しを拒否し続けており、モスクワが意見を変え、ミグ -23ML 迎撃機の引き渡し許可を与えたのは1982年8月になってからであり、その後、高度なス -22M4 戦闘爆撃機も、 引き渡された。シリアがイスラエルとの戦略的バランスを確立するのを支援するために、1986年にシリアは24機のミーグ -29 と24機のス -24 を注文する許可を与えられた。これらの引き渡しは1987年に開始されたが、ソ連が1989年にシリアへの軍事援助の提供を公式に、 停止するまでにはまだ完了していなかった。スペアパーツが不足し燃料と整備用の資金も足りなかったため、シフは1990年代と2000年代に飛行することはほとんどなかった。2000年から2001年のスマイナス -27、2006年から2008年の間のミグ -29SMT、ミグマイナス -31 及び約マイナス -130 の 購入に関する報告はすべて根拠のないことが証明されている。この期間に空軍が獲得した唯一の増強は2008年にベラルーシから購入した28機のミグ -23MLD と5機のミグ -23UB であった。2012年7月、ファーアンバラ航空省でロシアはシリアに危機がまだある間、ロシアが ミグ分速29メートルにややくマイナス130を含む新しい航空機を引き渡さないと発表されたが、それでも未マイナス25などの以前の回収及び保守契約を尊重した。シリア内戦の初期段階では2012年半ばまでシリア空軍は航空機とヘリコプターからの発砲を行わない二次的な役割に従事していた。 2012年3月22日に状況は変化し、政府軍による空軍力の使用がエスカレートし、武装したミマイナス8及びミマイナス17、ヘリコプターガンシップがロケットと機関銃攻撃を開始した。空戦は2012年6月中旬にさらにエスカレートし、最大 250kg の標準的な航空爆弾を投下できるミマイナス24、25、 攻撃ヘリコプターが使用され、輸送ヘリコプターで損爆弾や空中移動の投下され始めた。2012年7月24日、固定翼機による攻撃の出撃が反体制派によって報告され、映像に記録された。当初、武装した L-39 アルバトロス練習機は、ロケット、爆弾、銃の使用を開始したが、すぐに、 ミグ -21 及びミグ -23 が攻撃に加わった。数週間後、スマイナス20日常攻撃機が使用され、2012年11月に反体制派を爆撃するスマイナス24中型爆撃機が撮影された。2012年12月、従来のスカットミサイル及び他の類似の弾道ミサイルが反体制派の位置に対して発射された。 2013年10月22日、シリア空軍が過去に運用しておらず、異なる航空機に雇用されていた、新たに納入された S-8 空対地ロケットポットの出現に関する報告に続き、S-8 を装備したミグ -29 がダマスカス上空を飛行しているのを目撃され、映像に記録された。これは、おそらく、 タイプパイロットがこのタイプ専門の訓練に参加した後に地上攻撃のために行動に移されたことを示唆している。その後、ミグ -29 は反体制派の位置にロケットと銃の攻撃を行っている様子が記録された。内戦でのシリアミグ -25 航空機の最初の報告された活動は2014年2月8日にトルコ空軍の2機の F-16 が トルコ国境に近づいているシリアミグ -25 を迎撃するためにスクランブル発進したことである。2014年3月27日にミグ -25 が浜東部の田園地帯を中高度で飛行中にはっきりと撮影され同じ映像で地上に落とされた爆弾を運んでいた可能性がある。2014年2月までシリアのミグ -25 は ミグ -25 の役割とは異なるタイプの戦争であることやミグ -25 編隊の運用を維持する上での初期の技術的困難の可能性のために目撃されることはなかった。シリア内戦でのミグ -25 の使用によりシリアの基地の全種類の戦闘機と弾道ミサイルが使用されるようになったことが示された。2012年8月のシリア空軍による 空中作戦の開始に伴い、おそらく破壊された航空機の数に関する反体制派の主張を過大評価しているオンライン出版物は、シリア空軍は重大な技術的困難を抱えているため、未 -25 ハインド D などの祖父の裁量の地上攻撃機の半数未満しか利用できないと推測した。出版物は、紛争前線の数の増加と厳しい保守負担が、 状況を劇的に悪化させたと報告しました。これらの問題は、さらなるエスカレーションの前に、L-39 The Jet の使用を説明すると考えられていた。外国人顧問や技術者の支援を受けて、シリアのパイロットや技術者が運用スキルを向上させ始めたため、2013年に運用上の政権が克服された。2013年12月、 ジェーンは2013年にシリア空軍の作戦能力が劇的に向上し、現在は1日あたり最大100回の出撃を頻繁に実施しており、その半分が戦闘出撃であると報告した。反対制覇はトラック搭載型の中型及び重機関銃、降射砲、消火器の発砲でシリア空軍に対抗し、2012年後半からは、 ロシアと中国設計の最新式 MANPADS を使い始めた。シリア空軍の関与が深まるにつれて反体制派はさらなる対空装備を入手し、防空施設と倉庫を占領する一方、外部のスポンサーから中国とロシアの材料の輸送を受け取った。精度の向上が達成され、シリア空軍のジェット機とヘリコプターが2012年8月以降、 撃墜されるようになった。反体制派が多くの空港を包囲したため、離陸、または着陸する、航空機の多くが撃墜された。空軍基地の襲撃と砲撃により、地上の航空機やヘリコプターが損傷、または破壊された。時折の損失にもかかわらず、シリア空軍は大部分が揺るぎなく、効率的で、反体制派によって恐れられたままであった。シリア。 イラク、アフガニスタンで同様に武装した敵と戦う西側諸国の空軍と比較してシリア空軍の主な欠点は航空機が消火器、AAA 及び MANPADS の射程外に止まりつつ正確な爆撃を可能にする精密誘導兵器がないことであった。同じ弱点は彼らが同じ任務で臨機目標へ当てることを防いでいる。2014年、 ジェーンズディフェンスコンバットエアクラフトマン3は一部のミグ -29 と多分一部のス -24 が精密誘導弾を発射できると報告した。シリアのパイロットは飛行時間のほとんどを戦場の脅威がより強力な低中高度を飛行する。航空機の種類に基づいてシリアのパイロットは無誘導弾薬に対して異なる攻撃手法を使用している。 L-39 の攻撃は、通常低高度から中高度の高速での爆撃で、攻撃され、赤外線誘導ミサイルに対して、サーマルデコイフレアを発射し、攻撃後は急角度で上昇する。後に、高速ジェットがロケットとガンダイビング攻撃を追加した。ヘリコプターは異常に高い高度で飛行しており、精度は、 最小限に抑えられ巻き添え被害を増やしたが、ジェット戦闘機のような高速及び加速がないヘリが、大半の地上の脅威の射程外になる高度で飛行する、ことで機体の損失を減らした。2-24、25ガンシップもで恋のフレアを放出しているのが目撃された。シリア空軍は、人口密集地域で、ヘリコプターガンシップ及び軍用機が無誘導の武器と爆撃で、 反乱軍を頻繁に攻撃し、民間人とインフラに巻き添え損害を引き起こすことがよく発生する。2012年末から2014年12月までシリア空軍の L-39 はほとんど目撃されず、L から39の2つの空軍基地の1つは占領され、もう1つは包囲された。2014年12月、シリア内で工場のオーバーホール号に航空機が 運用状態に戻る様子を映した映像が出回った。2015年8月の初めに、最近のシリア空軍の活動の概要で2015年7月に、シリア空軍が内戦開始以降最多となる6673回の空襲を行ったと報告した。2014年10月から2015年7月までに、少なくとも26517回の攻撃が、 行われたことが報告された。これは航空機の損失が過大評価されていた一方で2015年春にイランから引き渡された1991年の湾岸戦争中にイランに飛来した元イラク軍のスマイナス22の回送機を除けばシリアは大体機に頼れなかったため機体のオーバーホールとローテーションがシリア空軍の全体的な戦闘速応制を 向上させたことを示している。2015年初頭、ロシアのパイロットがシリア空軍の飛行作戦を行っていると噂された。2017年6月18日、米軍当局者は、米軍の会 A-18E スーパーホーネットが、タブカ南の SD 海戦闘員の近くに軍用機が爆弾を投下した後、シリアの SU-22 を撃墜したことを認めた。 2017年現在、シフは次の部隊で構成されている。これらには次の部隊が含まれる。シリアの反体制派は、シリア北西部、北部、南部のいくつかの空軍基地を占領した。これには、マルジアルイコールスルタン及び、タフタナズ空軍基地、ドブエ空軍基地、クシッシュ空軍基地が含まれる。2014年8月24日にはイスラム国の部隊が、 タブカ空軍基地を占領した。シリアラブ空軍が使用するラウンデルはエジプト空軍が使用するものと同じ一般的なデザインを有している。これは外側の赤い部分、中央の白い部分、内側の黒い部分の3つの同心円で構成されている。シリアのラウンデルのユニークな部分は白い円の中に2つの緑の星が存在することであり。 国旗の二つの星を反映している。フィンフラッシュも旗のイメージである。軍事関連のすべてに高い機密レベルがあるため、シリアラブ空軍の過去と現在は依然としてほとんど不明であり、今日の空軍の本当の強さを判断するのを困難にしている。さらに、国内で進行中の内戦における反体制派勢力から受けた相当の損失は、ここでは説明されていない。 以下の情報は2012年シリア内戦以前の複数の情報源からまとめられている。2011年の戦略国際問題研究所によるとシリアアラブ空軍の航空機の推定在庫は次の通り空軍が運用した以前の航空機はグロスターミーティア、スーパーマリンスピットファイヤー、スマイナス7、ミグマイナス17、ミグマイナス19、C マイナス47、 1 5 2 t 6ィアット g, g、L Mi 6 Mi、4 6ィアット g55l-29m-6m-4 である以下の将校が空軍の司令官を務めた上級将校ありがとうございます